パレードに参加できて大変嬉しく思います。ゴール地点までしっかり演奏しますので声援よろしくお願いします。吹奏楽部の後ろにはベルバトンクラブの皆さんが続いております。ベルバトンクラブは3歳から社会人までのバトンチームです。昨年カナダで開催された世界大会では世界第一を獲得し日本に金メダルを持ち帰りました。今年も全日本選手権で第1位を獲得し日本代表としてスウェーデンの世界大会に出場します。私たちは日頃から選手権を目標に練習していますが地域行事にも進んで参加しています。本日は博多どんたくに参加することができてちびっこメンバーも張り切っています。力を合わせて頑張りますので応援よろしくお願いします。ベルバトンクラブの皆さんです。
ております。私たちは北九州市立若松中学校吹奏楽部です。今回はバンドは2年生と3年生の編成で、1年生はポンポン隊として参加しています。昨年はパレードコンテスト九州大会で金賞、マーチングコンテスト九州大会においても金賞を受賞することができました。新体制となって初めてのイベントで少し緊張していますが、練習した成果を精一杯発揮したいと思います。北九州市立若松中学校吹奏楽部の皆さんです。そして参加番号731番の PL 福岡第一 MBA の皆さんが続いております。
64番です。創価学会福岡コテク隊の皆さんがやってまいりました。創価学会福岡コテク隊は太陽のように明るく月光のごとく清らかなコテク隊とのこの指針を掲げ、小学生から社会人までのメンバーが仲良く切磋琢磨し練習を励んでいます。わずか33名で発足し、今年で結成60周年を迎えました。創価学会福岡コテク隊の皆さんです。